この時間はゲストの方に新興市場の話題についてお伺いします。今日は株スタ7110から内藤証券の田部芳彦さんに伝えていただきます。田部さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。本日の東京株式市場ですが反落しております。ニューヨークダウが連日で高値を更新した流れというものはですね、東京市場継続することができておりません。アメリカ株の方なんですけれども、主要銘柄、今アメリカ株の方も、決算発表になっておりまして、好業績が相次いでおりまして、投資家の心理が改善して、高値を更新しているというのがニューヨークダウの状況なんですね。そこで日本株もですね、決算発表始まりまして、比較的堅調な業績内容の会社がですね、多いのかと思われるんですけどもね、なかなかこう反応しにくいなと、相場全体としてはですね、やっぱり為替の方がアメリカの金利の引き上げの方がですね、順調もしくは加速していくというような見方とはちょっと違ってきているということで、為替がなかなか円安の方に反応しなくなったというところですね。そういったところからですね、1ドル111円、前半というところの動きに今日もなってますので、この為替の円高方向へのちょっと動きを警戒しているというところが出ているのかなというふうに思われます。はい、田部さん、どうでしょう、為替以外のところで、今日のマーケット重しになっていることっていうのは何かあるんでしょうか。そうですね、やっぱりその決算発表がピークとなっております。日本の方ですね、前半戦のピークとなっておりまして、今日おそらく300社を超える企業が決算発表してくるというところですね。ですから、その決算内容をやっぱり見たいということから、これは買いも手控えられますけれども、売りも手控えられるというところもあって、膠着感が強まっているのかなと思うんですね。ですから日経平均株価、今ちょっと5倍になって少しこう下がってきてはおりますけれども、2万円を若干こう下回る程度で膠着している相場なのかなというところですね。ただこう今、図出てますけれども、チャート出てますけれども、ちょっと、下値も切り上げながら上値もちょっと切り下がっているところで、三角持ち合いで、どちらにぶれるのかなというところにこうなってきているというところですね。今日の動きを見てしまうと下に行ってしまうのかなという感じ、最近のですね、日本の政治情勢とか考えますと、少しこう、調整しても良いのかなという感じがします。東証一部の銘柄の方も値下がり1000銘柄を超えている状況ですので、指数の状態以上に全体としては雲行きあまり良くないかなというところですね。それとあともう一つ気になりますのが、今時間外取引でアメリカのアマゾンの株式ですね、こちらの方が下げているということですね。これが今晩のアメリカ市場への影響ですね、こちらを警戒しているのかなと思います。アメリカの企業ですね、高決算テクノロジー株中心に続いておりましたので、そろそろですね、この辺のアマゾンの動きを中心に、若干アメリカの方もですね、動きが弱くなってくるのかなという感じがいたして、おります。わかりました。では内容的なところ、業種別の動きで確認したいと思います。この時間プラスになっているのが精密、電力、ガス、食品、山の工業、このあたり。一方でマイナスが証券、空運、その他製品、化学、海運、電気製品などとなっています。田部さん、今日中身についてはどのようにご覧になってますでしょうか。そうですね、決算で跳ねた銘柄がちょっとこう動きが悪くなったというところもあるんですけども、値下がり寄与でこう上位、トップ、前場の段階ではトップだったのが東京エレクトロンですね。それで2位がソフトバンクとなっておりまして、この2銘柄で日経平均株価約60円ぐらい押し下げております。東京エレクトロンに関しましては、前日発表しました第一四半期の営業利益が前年同期比で 2.5 倍のですね、547億ということで、非常にいい形だったかと思うんですけども、マーケットの事前の期待の方が高かったということで、今日は売られているということですね。それとあと値上がり企業の方でトップはデンソーですね。それ2位が KDDI なんですけども、このデンソーに関しましては、取引時間中に決算発表しております。第一四半期の営業利益がこちらも前年同期比で 38% 増えたということですね。931億なんですけども、そして通期の営業利益の見通しを従来の3270億、
従来営業利益見通し通期ですね3270億というものをですね3530億に上方修正したということですね。まあ、こちらの方を交換して電装は高いという状況になっております。はい、では続きまして新興市場を見ていきたいんですけれども、はい、こちらについてはいかがでしょうか。そうですね、新興市場に関しましてもやっぱり決算とか、まあ、決算内容とかですね、まあ、個別の材料を手がかりとした、まあ、動きになっているというところですね。まあ、買いが入ってはいるんですけども、やっぱり日経平均株価、まあ、トピックスもそうですけども、まあ、全体の地合いがちょっと良くないということと週末ということもあってですね、まあ、利益を確定した売りというのがこう見られるかなという状況ですね。今こうチャートをご覧になっておりますけども、まあ、先ほど日経平均株価と同じようにマザーズもですね、まあ、銘柄個別では結構大きな動きしているんですけども、指数を全体を見ればですね、ちょっと日経平均株価と似たような状況で下に離れそうなような雰囲気が若干なきにしもあらずかなということですね。まあ、決算発表前半ピークを超えたので、まあ、今までとはちょっと違いますけども、主力大型株の高決算、やはりそれに市場がの目がそちらに関心を向かっていて、まあ、マザーズというのはちょっと売られていたのかなと。ジャスダックもちょっと今日は循環物色の流れが途切れておりますので、むしろ決算発表がピークを過ぎれば過ぎていくほど、まあ、マザーズの方はまた注目されてきて銘柄個別テーマの動きなんかが出てくるんじゃないのかなというふうに思っております。それとあと本日は為替の円高の推移もあって、やはりこの為替の影響を受けるのはジャスダックの方の銘柄でも、まあ、為替の影響を受けてきます。まあ、そういった銘柄ありますので、まあ、ジャスダックの動きが良くなかったのかなということですね。ですからマザーズの方はですね、まあ、上値も試しにくいんですけれども、まあ、25日移動平均線のところが1177ポイントというのがマザーズ指数の25日平均ですので、まあ、その辺を上下としながらの推移というのが来週も続いていくのかなと。まあ、流れはですね、やっぱり個別とテーマというのが、まあ、色濃く来週は出てくるのかなというふうに思っております。はい、では動きの出ている銘柄個別にいかがでしょうか。はい、テラプローブですね、6627のテラプローブなんですけれども、まあ、このテラプローブに関しましては4、6月期、まあ、第一四半期の、売上高が前年同期比で 45% 増ですね、の59億円ということです。それで営業利益が 75% 増の6億ということで、まあ、システム LSI 事業が車車載向けにですね、まあ、増加したということですね。そして第2四半期累計、いわゆる上期の営業利益が、前年同期に比べて 2.1 倍の 14.5 億ということで、まあ、大幅増益になる見通しも出しましたので、まあ、寄り付きの段階からこう後半のして買われているというところですね。まあ、半導体の検査装置の受託なんかを手掛けているんですけども、まあ、非常に足元業績好調だということですね。それとあともう一つの銘柄なんですけども、ドリコムですね、3793ドリコムなんですけれども、はい、こちらのゲームなどモバイル向けのコンテンツとか広告事業を手掛けて、おります。こちらは逆に売られている代表ということなんですけども、まあ、決算を絡めてこちら売られた銘柄ですね。まあ、第一四半期の営業利益がですね、前年同期比で 85% 減ということですね。そして7月21日に修正予想を発表してたんですけども、それ通りの着地だったんですが、まあ、ネガティブな反応ということですね。そして上期の営業利益は、まあ、前年同期に比べて 86% 減、まあ、上期通してみてもですね、まあ、業績は改善していかないという、まあ、大幅減益の見通しを出したということもあってでして、まあ、大きくこう売られているということですね。まあ、最近ゲーム関連で結構買われている銘柄もあったんですけども、まあ、このドリクルムに関しましては新作のゲームのリリースによる運用費とか、まあ、広告宣伝費などの先行投資がかさむということですね。まあ、これを補えるような、まあ、ゲームが他のゲームが出てくるとですね、まあ、株価の方もですね、堅調になってくるかと思うんですけども、まあ、ある程度の動きというのはですね、まあ、もう少し様子を見なくちゃいけないかなというふうに思っております。わかりました。ではそちらのスタジオからお願いします。はい、それではまずチャートの方ですね、日経平均からちょっと見ていただいていきたいんですけど、まず日経平均の一目均衡表のチャートですね、
先ほどの三角持ち合いですね、ちょっと下に行きそうな雰囲気、ちょっと雲にかかってきているような状況になってきておりまして、ここでちょっと下に行きますとですね、調整ですね、もしかするとですね、この辺の窓が大きく開いているところですね、1万9000円前後ぐらいという500円を切ってですね、1万9000円の前半ぐらいまでというのがちょっともしかしたらこう考えられる可能性もあるかなというところですね。その一方で東証マザーズの方ですけれども、こういう形で日経平均と同じような形ですが、まだちょっと雲では少し距離があるということですけども、やや要注意のようなチャートの形状になっているということですね。それジャスダックの方は比較的こう上昇基調の中での一休みみたいな雰囲気になっているということです。はい、このような全体の流れの中で今日はですね、ちょっとこうテーマというかですね、関連銘柄として紹介していきたいんですけども、最近新聞市場でも出ております電気自動車ですね、それに絡みましてリチウムイオン電池関連ですね、こちら見ていただきたいんですけども、リチウムイオン電池はですね、正極と負極をリチウムが行き来することによって充放電を繰り返す、これがリチウムイオン電池なんですけども、非常に大容量で小型化できるということですね。ちょっと可燃性があってこう心配されるところもあったんですけども、いかにこれからは軽量化してしかも大容量化できるのかということが課題になってきていて、どんどんですね、二次電池市場の中ではリチウムイオン電池がシェアを拡大していっているということですね。量産化が伴って進みましたので急速に値段も下がってきているということで、リチウムイオン電池ですね、これからのですね、IoT 社会の中のこう中心的な存在になってくるのかなというふうに思うんですね。そういった中で日本鉱同士とかですね、田中家健とか、これも先週からこう根を飛ばしたような銘柄になってますけども、このようなところが関連企業としてあるのかなということですね。そういった中でこうエルナなんですけども、東証2部の銘柄なんですが、6972エルナですね。こちらの大容量の電気二重層コンデンサーに強みを持っております。ちょっとリチウムイオン電池とは違うんですが、コンデンサーですね、電気を大量に入れて大量に出すことができるということで、ただ長時間保有することができないということなんですけども、こちらをですね、今後太陽誘電と大容量で高耐久のコンデンサーを開発して、リチウムイオンにですね、負けないような電池を開発していくということ、中国との企業とも提携してですね、コンデンサーもいろいろできてきているということですね。充放電を繰り返せるということで半永久的に、コンデンサーというのもかなりこう注目されてくるのかなと。業績も 89% 回復してきております。チャートの方もですね、一旦こう調整踏んできているところですね、ここからの動きというのをこう注目していきたいなというふうに思っております。中村さん、こちらからは以上です。はい、内藤証券の田部井さんのお話でした。